サブス、皆さん、こんにちは。ドイツガイドの萩原です。今日もですね、またちょっとミュンヘンをね、ご紹介しようと思うんですが、今ですね、僕が今いるところは、ここにね、なります。どこかね、わかりますか？結構ね、知ってる方はね、少ないと思うんですが、ミュンヘンのこれ、街中なんですね。で、今目の前に見えるこの大きな、ギプス、モデルは、マックス・ヨーゼフ、っていう、バイエルのね、初代の北欧の、ギプスのモデル、壊れてしまった部分がここにまだ展示されているんですね。完成されたものはマックス・ヨーゼフ広場っていうところに、置かれていて、ミュンヘン来たことある方は、一度はもしかしたら見たことがあるかもしれない、レジデンツのね、前にあるんですよね。彼はね、エキセントリックな国王として、ナポレオンから国王、王国を名乗っていいですよっていうことで、ようやくバイエルンは王様がね、誕生したと。これまでは公爵、そして選定公っていう地位だったんで、位が高くなったんですね。そして、ここ見てください。こんなところがミュンヘンにあるんだっていうね、皆さん思われたと思うんですが、ここは、ミュンヘンで唯一残っているルネサンス様式の建物になるんですよね。ドーリア、イオニア、コリントっていう、列柱がね、リズミカルに並んでいる、16世紀の建物になるんですね。ここはもともとアルブレヒト5世という、公爵が16世紀に作らせた、もともとは、珍品とか彫刻、アンティークを陳列する博物館として使われていたんですね。一般の人が入れる博物館ではなかったんですが、一番この3階のところに約6000点、ギリシャの彫刻、ローマの彫刻、そして動物の剥製とか鉱石とか宝石、2階のところには、厩舎、馬の厩舎をね、世話する人々が住んでいたり、宮廷の女官の人々、そして今僕がいるこの1階のところには、馬の厩舎と馬車がね、置かれていたんですね。ということは、まさに僕が今いるところは、本当に、昔の宮廷があった、ところになるんですね。ということは、この目の前に見えているのが、そのアルターホフにね、なるんですよね。現代風な建物なので、壊されてしまって、今はよくわからないんですが、奥側にそのアルターホフっていう宮廷があったんですよね。そして、ここには昔運河が流れていました。で、今日紹介するのはお昼、僕のおすすめのランチなんですが、このツタが絡まっている目の前に見えるプフィスターミューレンね、なります。プフィスターというのはドイツ語、ドイツ南部の言葉で、パン屋さん、ミューレというのは製粉所、粉引きだったんですね。昔はこの水路が流れていたので、その水車の力で粉を引いてパンを焼いていたと。それがこのアルターホフ、バイエルンの公爵のための製粉所だったということなんですよね。ということで、じゃあ一体何がね、おすすめか、ちょっとランチを紹介しようと思います。本当はですね、ちょっと中で、食事をゆっくりしたかったんですが、グループのね、予約があるということなので、ちょっと外でね、いただくことになったんですが、ワンプレートというかですね、こう、一つのブレッド、板に乗った、こういうセットがあるんですよ。ちょっとね、ゆっくり紹介したいんですが、まずここね、パンが美味しいんですよね。ホープピステライっていう、伝統的な、チェーン店でもあるんですけど、美味しいこのパンがあって、トマトのクリームチーズと、そしてこれがね、ナッツのバターつってたんですよ。ナッツが練り込まれていると。そしてローストビーフと玉ねぎのマリネ、エストラゴンのクリームに、これがセロリのスープ、そしてキャラメリゼしたチョコがちょっと乗っかっていて、メインがこれ、ヨーロッパヘダイっていうね、タイの一種に、ここに黄色いものが、コーンのクリームですね。で、これがシュピッツコールというキャベツの一種になります。そしてデザートが、いちごとバニラのね、タルトになるということで、ちょうどいいサイズですよね、日本人の方に。ちょっと
いただいてみます。早速まずこのナッツのバター、いただきます。濃厚、この黒パンにすごく合う。ひまわりの種が乗っかってますね。美味しい。次が前菜、このローストビーフエストラゴンクリーム。普通に柔らかいローストビーフに、エストラゴンのクリームそのまま。柔らかい。本当にあの日本で食べるのと同じぐらい美味しいローストビーフ。ドイツであんまりローストビーフって食べることないのでいいですね。で次がセロリのスープ、これもちょうどいい。まろやか。このちゃ確かにちょっとチョコのねキャラメリゼがあるのでちょっと甘い部分もあって、セロリね、僕あんまり生は好きじゃないんですけど、スープになるとすごく美味しい。サラダとスープがあるの嬉しいですね。このメインですね、ヨーロッパマダイとコーンクリーム、美味しそう。この白身魚がすごく淡白なんですけど、この結構濃厚なコーンクリーム、すごく合う。結構甘い味が好きなので僕には。でこのシュピッツコールも、なんか日本を思い出す。なんだろう、このバターで炒めたキャベツ、これ日本人の方もすごく好きだと思う。お魚もね、あんまドイツでね食べる機会ないですし、結構お値段高いんですけど、これで 19.5 ですからね、街中で。すごくお得。で最後がですね、このイチゴのタルト、こんな感じ。なんかクランチが乗っかってる。これもなんだろう、なぜか日本を思い出す、日本の繊細な味。これぐらいの量でちょうどいい。なんかあんま罪悪感、あんま背徳感がない感じ。ということでね、いかがでしたでしょうか。フィスターミューレのねレストラン、まあ、あの旧市街では何か食事がしたい、でもそんなにたくさん食べれないけど、なんか美味しいものちょっと食べたいなっていう場合はね、すごくおすすめに、ね、なります。まあ、ただ日曜日と月曜日がお店、まず閉まっているんですよね。でここはランチというメニューということなので、夜はね、その今食べたやつは、まあ、提供していないということなんですが、立地がいいのと、やっぱりパンもね、さっき言ったようにすごく美味しいので、すごく個人的にね、おすすめになります。この辺りもね、結構こう素敵な中庭インニュンホフがあるんですよね。あと例えばこれファッツケって、最近去年ぐらいかなできた、結構ねおしゃれな、ちょっと反射しているんですけど、帽子屋さんがねあるんですよ。まあ帽子ね、個人的にすごく欲しいんですけど、なんか似合わないんですよね、キャップとか。まあただ帽子好きの人にはすごくいいかなと思います。ということで、またね次回のね動画でお会いしましょう。チュース。